はい、どうも、補足動画になります。まあ、今回は力量についてね、たった4枚のシートで、お話ししてみました。でもやっぱり20分くらいになりますよね。で、これは内容をちょっと凝縮して、ポイントだけをね、お伝えしたつもりだったんですけども、さらに深掘りしていくと、じゃあ力量っていうのは、どんなものに分かれていくのかってことになるわけですよ。これは今までも、その速稼塾の講義を通じて、もしくはこの、気になる男シリーズを通じて散々パラ私が、ね、10年間お話してきたことなんですけども、力量って4つに分かれててもうピンときた人もいるでしょ。これですよ。お金を扱う力量、仕事を使いこなす力量、恋愛の力量、そして健康を手に入れる力量ですよね。どうでしょうかね。お金を稼ぐことってのはこの速稼塾の中でも重要なテーマになりますけども、それは何でかっていうと、自分の力量に応じた自分の収入があるからなんですよ。よくこういうことをね、マーケットでは言うんですよ。業界では言うんですよね。特に食品業界でよく言われてたんですけども、利益はその人についてくるってことなんですよ。つまりは繁盛店に行ったからといって自分の力量がなければダメにすると。でも三流店舗に行っても自分の力量があればそこを立て直すことができるんだということなんですよ。で、誰がそこを扱うかによってその店舗の力量も変わってくるし、もっと言ったらね、会社とかマーケット自体も変わるってことなんですよ。で、そういう例は散見されてますよね。どちらかというと、条件のいい会社に入りたいなって人は、その会社の力量をダメにするんですよ。でも、条件が悪ければ悪いほど燃えてくるぜって人は、その会社を立て直す、その可能性に溢れてるんですよね。ですので、企業再建っていう人はどこに行ってもうまくいきますよね。稲盛和夫さんって方は亡くなっちゃいましたけども、あの方がこの日本という、社会に与えた影響っていうのは計り知れないぐらいです。それこそその影響を受けた人が気づかないぐらい浸透してるわけなんですよね。普段私たちはこういったペットボトルから水を飲んだりお茶を飲んだりしますけども、このお茶を作っている、例えばね、菜園、お茶の葉っぱを作っている、会社とか畑のことを考えませんよね。そのぐらい浸透しすぎると誰の恩恵に預かってるのか分かんないぐらい凄まじく私たちの暮らしに入り込んでるってことなんですよ。つまり人はその力量に応じてこの世の中を動かしうるってことなんですよね。で、分かりやすいのがお金っていう形なんですけども、なんで家族がね、なかなか働き手と融和しないかっていうのは、一つの具体例を出しますと、例えば奥さんがね、ご飯作ってくれますよね。で、腕によりをかけたご飯でした。で、夕食食べますと。そして奥さん不満なんですよ。ねえ、お食事どう？美味しかった？なんか食べるだけ食べて何も言ってくれないんだから張り合いがないわ。怒ります。たまにありがとうぐらい言えないの。ねえ、そう思ってるかもしれません。ご飯を食べて、わあ、今日のご飯美味しいよ。何これ、じゃがいも？美味しいね。これありがとうね。なんか力出てきたわって言うと奥さんモチベーション上がるんですよ。でもね、毎日毎日稼ぎに行ってる人にありがとうって言われた覚えってあんまりお父さんないんですよね。給料が入ってます、それっていうのは自動的にどっかから入ってることであって、お父さんが働きに行って血へどを吐いて作ってるお金っていう感覚はないんですよね。だからそのお金の力量っていうのは、お金の大切さをいかに分かってもらえるかっていうことと、お金がない苦しさをね、家族にどのぐらい実感させるかってことにもなると思うんですよ。だからそういうのははっきり言って自力で学んでほしいんだけども、でも学ぶ力量がない人が自分の家族に、まあ、例えば子供はしょうがないんですけどね、同じ年代の奥さんにいた場合っていうのは結構ね、自分の活動の足を引っ張ると思うんですよ。これね、別に女性全部をね敵にしたくて言ってるわけじゃなくて、そういう女性に対して言ってるわけであって、優秀な女性に対しては、まあ、この言葉っていうのはバチ同封だと思いますし、それでいいと思います。はい、そして次です。力量、仕事の力量です。仕事上でトラブルがあるとかね、出世できないとか、自分の影響力が及ばないとか、で自分の部下があんまり言うこと聞いてくれないとかね、これ全部自分の力量がないからなんですよ。そう思わなければ、じゃあ不可抗力なんですかってことなんですよ。所詮人が司る組織ですよ。で、その立場とか職位に関わらず、自分が属している組織を動かさない限りは、それは仕事の力量がないと言えるでしょうね。ペイペイの平社員だって、会社を動かせる、その一部にはなってるわけなんですよ。でも、役職がついているのに、年数があるのに、勤務年数があるのに、その仕事に影響力を及ぼさないっていうのは、どんな一体ね、今まで仕事をしてきたんですかってことになってきます。その力量をつけるために、まあ、情報っていうのをね、使っていければなというところがありますよね。情報によって仕事を有利にするように学んでいますかってことがここで問われてきます。三つ目、恋愛の力量です。
ね、恋愛の力量って言ってもモテモテになるわけじゃないですよ。恋愛のトラブルをどのように回避していくか、解決じゃないですよ、回避なんですよ。解決っていうのはトラブルに遭遇してしまったんでもう手遅れなんですよ。でも恋愛のトラブルを回避するためにこういうふうに前もって手を打っておけばいいんじゃないかなってことがたくさんあるわけですよ。これも情報の力でできます。例えば今日のライブ放送でやろうと思うんですけども、結婚っていうのが男性に有利で働くのか不利で働くのかってことなんですけども、これ主にはね、結婚情報サービスもしくはマッチングサイト、結婚相談所などが作り出した情報操作であることはあまり気づかれてないんですよ。で今日はそれをね、暴露するために、実際にその結婚相談所に勤務年数が長い方の聞き取りがありますんで、それを5点にまとめました。それを朝お届けしようと思いますけども、どうですかね、恋愛っていうのは。トラブルって大体ね、同じような原因で起きて同じような結果を迎えるんですよ。ということはそれが分かってるんだったら、3年後にこのトラブルが起きそうだなと思ったら3年前の今から備えておくことができますよね。例えばね、新婚ほやほやの時ってみんなね、こうご夫婦で熱いわけですよ。すごく仲良くってやっと一緒に暮らせるようになったね、よかったね、なるわけですよ。でも3年ぐらいしたらなんかその熱々感っていうのは冷めていくって言われますよね。お互いにありがとう言うこともないし、お互いに愛してるっていうこともなくなってきて、まあ場合によっては性関係もちょっと疎遠になってくるみたいな、いわゆる飽きが来るわけですよ。でも3年ぐらい経って飽きが来るっていうデータがあってそれを知ってるわけですから、じゃあ3年前の今からそうならないように一つ一つ積み上げていくことはできますよねってことですよね。これが恋愛の力量ですよ。別にね、男女が出会うまでのそれぞれの恋愛で鍛えられている必要はないんですよ。出会った瞬間からやることがあるわけですから。でもそのやる密度と質量が少なければ、何年いても結局今までの多くの失敗例のように慣れていって飽きていって感謝することもなくって新鮮さを失われていくってことになります。でも毎日新しい気持ちで会うことができれば、毎日新しいお互いの魅力を発見するようにしていけば、多分ね、恋愛関係で冷めてることはないんですよ。でましてや新しく出会った人に新鮮さを感じるってことも別にないんですよね。同じ人に会って違う新鮮な魅力を見つけていけばいいし、違う新しい自分を作っていけば自分の新しい魅力にも気づいていけると思いますんでね、そういうふうな力量があるかなと思います。で4つ目は健康の力量ですよね。健康になる力量ってどうでしょうかね。これ健康って作らなければ維持できないんですよ。例えば40を過ぎると体力が落ちてきますし、精神面では大丈夫だと思っても100メートルダッシュしてみてくださいってことなんですよ。で私は実際にしますからね、今でもしますよ。100メートルダッシュ何本かします。そうすると自分の体力がいかに落ちてるのか、どこに原因があるのか、体の痛いところはどこなのか、どこに負担がかかってるのかってことが自分で自己診断できるわけですよ。で実際に100メートルダッシュをして、最初のダッシュ10メートルぐらいは勢いがいいんですけども、最後の10メートルなんてほぼ歩いてるのもんなんですよ。まあでもね、それによってどこまでの持続力が自分にあるか、瞬発力があるかってことが確かめられるんで、いざという時に無理しなくてもいい体、無理しなくてもいいようなところまで突破できるってことなんですよね。で実際こう語れるんですよ、やってることだから。で昨日もやってますからね。で 100m ダッシュをする以上、スニーカーを買い替えたりとか、トレーニングウェアを買い替えたりとかっていうことにもなるわけなんで、健康を作るべき準備が整ってくる、機材が整ってくる、環境が整うってことにもなるわけですよ。で私は40を過ぎてジムに行き始めたんですけども、やっぱりね、ジムで専門的なトレーニングを受けるとより客観的に自分のことが分かりますよね。でパーソナルトレーナーを毎月6万だったんでつけたんですよ。そうパーソナルトレーナーの方ってやっぱりこう意識の高い人、健康について毎月6万円の投資ができる人を見てるんで、高いレベルでのアドバイスが受けれるんですよね。それによるとやっぱりね、パーソナルトレーナーをつける人っていうのは基本的にはもうね、自分で自分の体を何とかしていきたい、3年後5年後10年後のために鍛えておきたいっていう人が多いんで、やっぱり高いモチベーションをいただけるんですよ。しかもトレーナーさんってもうこんなですからね、やっぱり10代20代にして若いトレーナーさんもこんなですからね、よく鍛えてくれますし、自分の足りないところどこにあるのかってこう的確なアドバイスしてくれるんで、プロの情報がもらえるわけですよ。でその情報に基づいて、まあ、今トレーナーついてないですけど、自己トレーニングが未だにできているってことがありますんで、毎月6万円の経費っていうのは安かったと思ってますね。はい、健康についてもこういった形で時間をかけて、それこそ私は10年かけて50代のこの体作ってますんで、だから40の頃から始めて、最初はね、ジョギングしてもね、足首が痛かったんですよ、ね、だから最初はウォーキングから始めて、軽い、ホップステップジャンプをしたりとかね、で足首に関節に負担がいかないようなシューズを買うことになったりとか、だから靴もね、何回も買い替えて今に至るんですよ。そうするとね、トレーニングシューズにも詳しくなってきますね。そういった形で何かを求めると必ず
副産物っていうのができて、情報的に豊かになって、経験的に豊かになっていく、すなわち他の人を置いていくことができるんで、これがまさに力量が重なっていくってことなんですよね。健康、お金、恋愛、そして仕事、この力量が増えた時に、私はどっかの会社に行って勤務はしていませんけども、多くの会社で勤務している人の情報がいただけて、そして仕事の力量も私なりに上がっていくのかなと。だから勤務してない私が勤務している人に今アドバイスができるわけなんですよ。で、そういうふうな形で自分の専門外のことでも専門でいる人に対してコンサルができるぐらいの力量が上がってきたかなと思うんですよね。さあ、そしてこの4つの要素、力量をまとめて一体どこに向かうのかっていうと、5つ目のミッションなんですよ。それは時間の力量です。タイムマネジメント、時間をコントロールする力量が、この4つが備わった時にパーフェクトにできるわけですよ、ね、恋愛問題で揉めて余計な時間を使うこともないし、健康だから動きが早くっていつでもこうやってね、深夜でも作業ができる、体力がある、で新しい体力に自分も挑戦するようなねことになってくる。つまり時間がどん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 削減できるわけですよ。でスピードも速いし、決断も速いし、そして仕事もこなしていけるんで、本当は8時間かかるところ4時間で終わらせることになって、時間的にメリットが出てくる。で最終的にお金があるんで、このめんどくさいことはお金によって誰かに依頼することができる、外注ができるんですよね。そうすると時間がどんどんこうね空いていくんで、自分の24時間が自分の24時間になっていくってことになるわけですよ。だからそのね、時間とお金に対して意識を向けるんですけども、時間的に自由になるのってすぐにはなりませんから、やっぱり10年がかりぐらいを覚悟しないといけないでしょうね。しかもその10年がかりにやることっていうのも、お金をまず自由にして、仕事を自由にできるようになって、恋愛を自由にして、そして健康を自由にする、全ての力量が上がった時に時間的な力量が上がっていくという終着点に来るのかなと思いまして、今回の力量というテーマについてお話してみたわけですよね。じゃあ補足動画は以上です。タカさん、次回もよろしくお願いします。